第二次大戦中のイギリス軍の砲兵トラクター、AEC マタドール砲兵トラクターは、加砲を牽引するための軍用車両。ガントラクター、砲牽引車、牽引車などとも呼ばれる。砲兵トラクターは即用砲弾や指揮官、砲手といった、運用要員、整備道具や、砲列律淵用の工具など一式を積み込んで加砲を牽引する。初期には、重量物を牽引するという性質上、 無限軌道を装備した前装機車が主流であったが、野砲、軽榴弾砲、降車砲、対戦車砲など、比較的軽量の下砲検診用として、トラックやハーフトラックも盛んに使用されたほか、旧式化した戦車など、走行戦闘車両を改造、転用する例もあった。8インチ榴弾砲を牽引する、ホルト砲兵トラクター史上初の砲兵トラクターは、 世界初の自動車でもある企業の砲車である。これは試作とテスト走行はされたものの、実用化されずに、プロジェクトは頓挫している。本格的な実用化自体は、自動車が普及し始めた第一次世界大戦頃からで、あり、当時の砲兵トラクターは主に重榴弾砲、カノン、球砲などの、銃砲の原因に使用されており、世界各国の陸軍における、主力火砲である野砲、 軽流弾砲などの警報はまだバンバによる馬筆牽引に頼る割合が多かった。また、第一次大戦自体が長期にわたって残豪戦での膠着状態に陥っており、軌道戦とは無縁であったためあまり活躍はできなかった。15cm SFH-18 を牽引する SD-KFZ796 式 15cm 縦弾砲を 牽引する九98式ロットン、牽引車ロケ戦艦機を経て九百三十年代には、列強各国の陸軍において、部隊の自動車化が急速に進み、第二次世界大戦時には、アメリカ陸軍やイギリス陸軍は、ほぼ完全な自動車化を成し遂げていた。当時の新たな戦闘ドクトリンである、進軍速度を最大限に活用する、電撃戦においては、馬筆県印では、気候部隊、 自動車か不評、機械か不評の進軍速度についていけなくなり、方兵が全軍の足でまといになる可能性も出てきた。このため、イギリス陸軍、ソビエトローのお席軍、アメリカ陸軍及びドイツ陸軍と武装進衛隊の一部の有料、装備手団などでは、野砲や軽榴弾砲、さらには、降射砲、降車機関砲や一部が、不評の管轄下にある、携帯戦車砲不評放、 重迫撃砲の牽引にも、砲兵トラクターは広く使われるようになる。当初、対戦車砲は、馬筆牽引ないし不評が手押しで、陣地転換ができるように小型に作られていたが、対戦中期には、戦車の重装効果に対抗する形で、大型化していき、牽引車両なしには、運用が難しくなった。同時代の大日本帝国陸軍においても、 比較的多数の種類の牽引車が開発され生産及び軌道砲兵の整備も行われていた。昭和17から20年度の各種検診車の合計生産数は3069両となっている。戦前日本の基礎工業力の低さによる生産数の少なさなどから配備はもっぱら重砲、高射砲、一部の軌道や砲、軽榴弾砲用に限定せざるを得ず、 欧米ほど広く使用されることはなかった。砲兵トラクターを使用しても、砲撃地点到着から砲撃開始までの時間は従来と変わらなかったため、さらに砲撃開始時間を短縮かつ機動力を増すために、主に野砲、軽榴弾砲、重榴弾砲を車両に搭載した自走砲が開発、実戦投入されたが、絶対数が少なかったため完全に置き換えられることはなかった。 フランス陸軍の t r m 1万トラック、TRF1 流弾砲牽引車。一般がよりもキャビンが、後部に延長され、ドアと座席が増設されている。第二次世界大戦以降は、ソビエト連邦軍の ATT や AT、ATL、ATS-59、MTLB 汎用装甲車、陸上自衛隊の73式牽引車などを除いて、専用の砲兵トラクターは生産されなくなった。 現在では牽引力など性能が向上した 4X4 か 6X6 の一般的な軍用トラックが使用されるが 150mm クラスの榴弾砲を牽引するトラックは運用要因が登場可能なようにキャビンを延長したり砲弾の積み下ろしに使用するためのクレーンを搭載するなどの紹介像が加えられることも多い一例としては 陸上自衛隊の中方牽員車は74式特大型トラックを改造した車両である。ありがとうございます。